ドクロ城の7人シーズン月上限の月。シーズン月、この怪しい生命体から一体何が生まれるのか。盛り上がってまいりました。改めてご紹介しましょう。ドクロ城の七人第4弾となります。シーズン月上限の月下限の月キャストの皆さんです。霧丸役平間宗一さん、よろしくお願いします。松岡広大さん、松岡広大です、よろしくお願いします。さあさあ続きましては霧丸役の平間さんと松岡さんですけれども、はい、まあ、これアクション妄想ですし、はい、心境としてはいかがですか霧丸は。そうですね、今のところ楽しみでしかなくて、稽古場も何回かこう行かせてもらったんですけども、なんか自分なりに動けるところを見つけたりとか、この技入れられそうだなとか、みんなで考えながら今のところ作っていけてるところがもう楽しいんですよね。今までのサギリとステノスケのあの関係性というか、それが男性になるので、台本ではどうなるのかなと思いましたけども、やはり男性ならではのこうすごく熱いものがあるので、そこはもう楽しみにしていただきたいのと、あと本当に僕は菅さんと同じで歴代で最年少キリマルなんで、足長好きですね、足のやつマモさんに教えてもらいました今日なんですけど、ちゃんとこう本当に古田さんがこう初演でやってきた劇団新幹線が2017年に今年こうやってまたこうやって今もできるのはすごく名誉なことだと思うので、しっかりとその感謝の気持ちを持って演じていきたいと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。見どころや狙いはどこにあるんでしょうか。やっぱりご覧になって、分かるように、はい、皆さん、非常に若いキャスティングなんで、うん、若さはやっぱり出していきたいかな。やっぱりどうしても今までのチームというのはいろいろ体のことを気を使いながらそうなんですね、ダブルチームでの編成ということで、はい、これ気になるのシナリオもそうなんですけど、はい、どういう風な違いというか。あ、いや、ダブルチームなので今回ここでの違いはありません。ただそれは同じシナリオで同じ演出で2チームが競っていただくという形なのでね。これはですね、ストロスケを、書いてます。これまでちょっと、まあ、ハスに構えたというね、ちょっとやっぱり苦味を持ったのにしてるんですけど、今回若いということで改めてなんていうかな、こうストレートに、自分の道を信じている、男という形で、あとなんていうかな、まっすぐな捨てのすけを久しぶりにやろうというところでやってます。でそれに合わせて他のも書き直してまして、はい、全体的に若気の至りっていうところで、話を進めるというふうなですね感じになればいいなと思ってます。やっぱ若さゆえの、まあ、良さであり、若さゆえのもろさでありね。だからオープニングなんかも全然違いますし、重鎮極楽太夫が2人控えてますのでね。これはもう初演からやってる花輪君。そうですよね。そして再演と2011年と、はいはいはい、やってくれた高田翔子とね。いや本当に楽しみですよ、はい。